皆さんこんにちは、プロレーシングゲーマーの山添です。今日は車を運転しているところからねスタートになるんですけれども、今日はですね、テリー土屋の車の話、番組でもね発表あったように、およそ700メートル先、芝師匠左方向です。はい、その先斜め左方向です。はい、というわけで、あの番組のね発表にもあった通りですね、この度番組でですね、ロードスターのメディア対抗レースに出場することが決定いたしました。で、今回ですね、私もドライバーとして参戦をさせていただくということでですね、今回レースの参戦にあたってですね、ライセンスの取得が必要だということで、今日はですね、国内 B 級ライセンス、そしてですね、この B 級ライセンスを取り終わってから国内 A 級ライセンスを取得していきたいと思ってるんですけれども、まあ、そのね、模様をね、どんな風に取得するのかっていうところも含めてお届けをしていきたいと思います。というわけで今日は筑波サーキットに向かっております。はい、というわけで筑波サーキットに到着しました。すごく暑いです。車内の温度計が39度とかあったんですけど、はい、というわけで今日は筑波サーキットの体育館で実行します。こちらですね。はい、というわけで今から2時間の講習に行っていきたいと思います。はい、というわけで B 級ライセンスの講習が終わりました。まあ、レースとは何ぞやっていうところから、さまざまな細かいところを講習を受けまして、まあ、次回がついに A 級ライセンス受講ということで、まあ、あの筆記試験と実技試験両方あるっていうことなので、まあ、来週講義を受けながらですね、しっかりと準備をして合格したいと思います。はい、というわけで今日は国内 A 級ライセンスを取りに筑波サーキットに向かっているところです。はい、今日も暑いんですけれども、まあ、梅雨も明けたっていうところで、まあ、ちょっとね昨日は天気悪かったんですけど、今日は快晴です。もう今多分30度超えてそうなぐらい暑いんですけど、今日はなんとですね、アヘッドさんのデモカーである86をお借りしてですね、国内 A 級ライセンス、まあ、国内 A 級ライセンスっていうのは取るときにですね、まあ、サーキットのスポーツ走行での実績だったりとか、まあ、競技会に1回出るっていうところがですね必要になってるんですけど、まあ、そこでですね、車どうしようかって言った時にアヘッドさんがですね快くこの86をですね貸していただけることになりまして、まあ、この86はですねターボ仕様になっていて、詳しくはですね荒井弘樹選手が試乗している動画もありますので、ぜひそちらを見ていただいてですね、このデモカーのことは知っていただけたらと思います。なので今日はこれで筑波サーキットを走って、まあ、座学も受けてテストも受けて、国内 A 級ライセンスを取得してメディア対抗レースに出場するための資格を今日は取りたいと思います。はい、というわけで筑波サーキットです。講習会場はこちらのサーキットホール、体育館ですね。はい、というわけで今日はこのアヘッドさんの86でですね走りたいと思います。まあ、今受付を済ませてゼッケンをもらってきたので、これからゼッケンをつけたいと思います。はい、というわけでゼッケンを貼り付けました。まあ、あまりまっすぐ貼れなかったんですが、そこはご愛嬌ということで、はい、というわけで、まあ、今からね、講習が始まりますので、サーキットホールの方に行きたいと思います。はい、というわけで、これからですね、まずサーキットトライアルですね、タイムアタックです。タイムアタックとその後にですね、実技試験を、行いますと、いうことで、まあ、ちょっとね、緊張感もねありつつになるんですけど、まあ、無事にね、まあ、サーキットトライアルは、まあ、ちゃんと安全運転でね、借りた車をね大切に投稿させていただいて、あとは実技試験も確実に合格できるように頑張っていきたいと思います。はい、というわけでまずはですね、サーキットトライアルですね、これからコースインになります。さあ、音が今聞こえてきました。これはコースインの合図かな。コースインですね。さあ行きましょう。
募集です。よりもですね、熱がすごくて前の GoPro が止まってしまいました。これ今サーキットトライアルが終わって、これから実技試験です。なんとポールポジションからスタートです。大丈夫なんでしょうか。いろいろ心配です。
というわけで、本日のですね、全てのプログラムが終わりまして、無事にですね A 級ライセンスを取得することができました、はい、そしてですねタイムトライアルもですねアヘッドさんのデモカーのおかげで1位を獲得することができました。なので初めての JAF の公認の競技会で初優勝ということで、まあ、これはきっとメディア対抗のレースにも何か少しね勢いがつけられたかなと思います。まあ、なのでこれからですね、アヘッドさんに車を戻しに行ってですね今日は終わりにしたいと思います。なんと今日はトロフィーもいただいているので、まあ、ちょっとねそのトロフィーは最後写真で見ていただきながらお別れしたいと思います。あとは本番ですね、みんなと一緒に力を合わせて優勝を目指して頑張りたいと思いますので、皆さん応援をよろしくお願いします。さよなら。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。